皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。ちょっと報告が遅くなってしまったんですが、この創作欲チャンネル、今年の3月の初めにですね、皆様のおかげをもちまして、チャンネル登録者数が1000人を超えることができました。でですね、その、収益が入ってまいりましたので、まあ、その報告を今回ちょっとね、してみたいなと思うんですけれども、まあ、3月の、1日から2日にかけてのどっかで多分、1000人を超えたんじゃないかと思うんですけれども、で、まあ、すぐにですね、Google さんの方から、まあ、1000人超えたので、その収益の申請をしてくださいと。いうメールが来まして、まあ、早速申請を出したんですけれども、で、その審査が通ったのが3月の5日ですね。5日にその、まあ、収益の審査が通りましたというメールが来たんで、まあ、そこから収益がこう入ってくるようになったわけですけれども、まあ実際に見てみますと3月4日から収益が入ってきまして、まあ、3月4日にですね、およそまあ150円くらいですかね、の初めての収益が入りました。はい、で、まあ、YouTube にはですね、YouTube スタジオという、まあ、その投稿者が見ることができるこう管理画面的なものがありまして、まあ、そちらではですね、その、まあ、このチャンネルのいろんな情報が見ることができて、まあ、その動画ごとのまあ再生数の情報であるとか、まあ、どこの国の人が、どこの都市の人が、どういう年齢層の方が見てるとか、まあ、男女どちらが見てるとか、そういう情報を見ることができるんですけれども、まあ、その中に今回この、収入、まあ、収益ですね、それの情報を見るところがありまして、3月の4日からこうグラフがこう上がって、いくという情報が出てまして、まあ、YouTube スタジオではその、日ごとのまあこう収益ですね、それをまあグラフで見ることができるんですけれども、まあ、ざっとこの、3月から今までのグラフを見ますと、まあ、3月から4月までは、まあ、割とこう思ったよりもまあ結構ね、収益が上がったかなという感じで、まあ、4月に入ってから若干ちょっと伸び悩みで、今に至ってるわけなんですけれども、で、まあ、最初の収益入ってきましたのですね、今年の6月でございまして、その金額なんですが、ドン、ドン、はい、というわけで最初に入ってきた収益が10,519円ということです。でも YouTube の収益って月ごとに入るのではないかと思う方いらっしゃるかと思うんですが、収益はですね、月に8000円を超えた場合振り込まれます。で、その月に到達しなかった分はですね、そのままこう翌月にこうスライドしまして、そこからまたこう収益が上乗せされて、それで8000円を超えたら振り込まれるようになります。はい、で、まあ、最初の収益に関してはこの10,519円なんですけども、これをまあ月ごとに見ますと、3月に5,073円で、4月2811円で、5月2635円で、これが合算されて10,519円ということになりましたね。はい、で、まあ、これを見ますと、まあ、初月、3月は結構、割と、収益が上がった方であるかなと思いますけども、まあ、ちょっと4月で、ちょっと伸び悩んだ感じがしたんですけれど、まあ、4月でもって、ほぼほぼ8000円届かないところだったんですけど、ちょっと届かなかったんですけど、まあ、ほぼほぼ8000円間近まで行きまして、で、まあ、5月ですね、まあ、多分おそらく早い段階で8000円超えたんだと思うんですけど、でそこにこう5月分の収益がまるまる乗っかって、まあ10,519円になったという感じですかね。はい、で、まあ、この3ヶ月の間にですね、再生された回数で、まあ、およそ2万4000回ということで、まあ、ざっくり単純に計算しますと、
まあ、2万4000回の再生で、まあ、1回に再生される時の、まあ、単価ですね、1回における単価は、まあ、0.43 円ということになりますね。これは一概にこう単純に計算してはいけないと思うんですけれども、まあ、ざっくり計算するとこういう単価になりますね、はい。0.1 円だと思ってた、まあ、収益の単価ですけれども、そこまで低くはないということですね、はい。でまあ、9月にですね、2回目の収益が入りまして、2回目はですね、8192円でしたね、はい。まあ、6月から8月までの収益で、この金額になっているわけなんですけれども、まあ、この時期ですね、ちょっと自分のチャンネルの動画の投稿頻度はかなり下がってまして、まあ、チャンネル登録者数もこの辺は全然伸びてない状態で、まあ、収益の方もですね、まあ、それに応じてちょっと、ね、伸び悩んでしまったわけなんですけれども、まあ、およそ、月平均で、まあ、2500円から3000円くらいの収益なんですけれども、まあ、現状この私のチャンネルは、まあ、それの積み重ねなので、まあ、だいたいまあ3ヶ月に1回8000円を超えるかなという状況なので、まあ、この間ですね、再生回数がおよそ2万回で、まあ、収益でまあざっくり計算して、単価が 0.40 円というところですね、はい。まあ、ここ3ヶ月くらいはですね、まあ、自分の仕事の忙しさにかまけて、ちょっと動画撮れないとか編集する時間がないとか、まあ、理由をつけてちょっと動画を上げていなかったんですけれども、まあここですね、極力動画の方ですね、コンスタントに出せるように、まあ、頑張っていきたいと思うんですけれども、さらにですね、より多くの方々に見ていただけるようなチャンネルに今後していきたいと頑張っていきたいと思います、はい。というかで、今回は私のチャンネルの初めての収益についてのご報告でございました。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生できる人からよろしければ他の動画を見ていってください。そして、創作用チャンネル、このチャンネルを今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。